皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回は久々の週刊 FP の予想をやっていきたいと思います。はい、ということで今週アプリ更新がやってくると思われますので、まあ、それに合わせて POTW 週刊 FP の方がアプリでは復活するんではないかなというふうな感じで、今回予想していきます。ちょっと予想自体久々すぎて、ちょっと買って忘れてしまったんですけど、確か週刊 FP って、まあ、リーグ戦がだいたい5月に終わって、その後、ユーロの方が始まって、ユーロの週刊 FP 来てたんで、まあ、7月上旬ぐらいに終わったっていう記憶なんですけど、なので5ヶ月ぶりとかですかね。まあ、その後にマッチでの週刊 FP なんかもありましたので、まあ、そう考えると4ヶ月ぶりぐらいですかね。8月に来てましたよね。9、10、11、12っていうことで4ヶ月です。季節全く変わってしまいました。夏から秋、そして冬になってしまいました。という、まあ、復活の週刊 FP 嬉しいところなんですけど、一つ残念なお知らせがあって、まあ、今週登場するのが16日の方なんですけど、来週23日ですよね。23日週刊 FP を出してしまうと30日にガチャ終了させないといけなくて、コナミの社員さんがここで出勤しないといけなくなってしまいます。年末多分お休みするので、そうなると来週週刊 FP 出さないパターンもまああり得るかなという感じなんで、今年登場するのはまさかの16日の1回きりなんじゃないかなっていう感じです。で、来年見ていくと多分6、どうかな、6出すとなると、まあ、3日4日5日の時に、まあ、どういう選手出すのか考えないといけなくなっちゃうんで、まあ、6も来ない13日から来年以降は来るんじゃないかなというふうに考えられます。はい、ということで、まあ、そういう意味では非常にこの時期貴重な週刊 FP にはなりそうです。はい、ということで早速どういう選手が活躍したのか見ていきたいと思います。やっていきましょう。はい、ということで、いつものようにポジション別で見ていきましょう。FP の登場回数は今回、まあ、シーズンも切り替わったということで全員ゼロでリセットをしておきました。まあ、それがいいのか悪いのかどっちがいいんでしょうか。まずゴールキーパー見ていきたいんですけど、ゴールキーパーこんなピックアップしたことないんだけど、すんごい活躍でした。もうキーパー4枠ぐらい用意しても今作はとか今週はいいんじゃないでしょうかと思いましたけど、どうせ1枠ですね。はい、まず一人ずつ見ていきましょう。エンポリは昇格クラブですね。ビカーリオというゴールキーパー、今週ナポリ戦だったんですけど、必シュートは30本、6セーブ、無失点、評価 8.6、MOM ということで、十分すぎる活躍ですが、まあ、ちょっと総合値もともと低いのでどうでしょう。ゴールキーパー枠はやはり総合値の高い選手来やすいんで、そうなると、まあ、レンジャーズのマクレガーもね、可能性ありそうで8セーブなんですけど、ここもちょっと難しそう。まあ、そう考えるとパートナー枠にここは持っていかれそうなんで、アーセナルのランズデールかマンチェスターユナイテッドのデヘアかっていう感じですね。初のランズデールか、まあ、デヘアはまあ FP 結構ね、前作も来てると思うんですけど、どちらかかなっていう感じですね。まあ、ちょっと可能性ありそうなのが今週ダービーだったレアルのクルトワですかね。6セーブの活躍でした。ただパートナー枠にはちょっと勝てないんじゃないかなっていうところですね。それから AZ のビンダール、今週アヤックス戦で23本打たれて1失点の7セーブ、まあ、こちらも大活躍のゴールキーパーです。まあ、総合値はちょっと低めのゴールキーパーなんですけど、いや本当ゴールキーパー枠今週は3枠4枠ぐらいあってもいいかなというぐらいの感じのね、なかなかの活躍選手が多かったですね。はい、続いてディフェンダー見ていきましょう。ディフェンダーはこのような感じで、ディフェンダーで、まさかの強化 9.7 の2ゴール1アシストのベティスのモレノ選手、ここはほぼ確定なんじゃないですかね。さすがにこの活躍で来なかったらちょっとおかしいかなという感じはします。特に終了間際の裏抜けからのあのトップスピードで駆け抜けるあたり、すごいスタミナ抜群でしたし、アシストのクロスも綺麗でしたね。こちらはまあほぼ確でしょう。その下のロンビ塾というフォルトゥナシッタートというオランダのクラブの選手なんですけど、こちらも評価高く 9.3 の1ゴール。ただ今のところ未収録なので総合値もちょっとわからず、今回のアップデートで収録されるとは思うけど、どうなるかわかんないということで、微妙な位置にいますね。それからニースのアッタール、インテルのバストーニ、フェイエノルトのセネシ、安定の活躍1ゴール。ただ試合は引き分けでした。パートナー枠で言うと、アーセナル、マゲレアンイス、言いにくいね。そしてユベントスのペッレグリーニ。このペッレグリーニは、ローマのペッレグリーニとは違うね。はい、ユベントスは引き分けだったということで、まあ、パートナー枠で考えると、アーセナル、マガレアンイスかな。
ちなみにセネシ選手の2021のタイミングで週間 FP11 月に切っていたらしいですが、その時に来た能力こちらです。センターバックだけでなくて左サイドバックでプレー可能な汎用性の高さ、能力もディフェンスセンス96なんだ。この時序盤の週間 FP だったんで強化もそこそこだったと思うんですけど、今回どれぐらい強化されるんでしょうね。まあ公安後なんですけど、まあ、今回のアプリ更新で公安上がる可能性もあるし、もともとライブアップデートは良さそうなんで、公安後ですけど十分通用する選手なのかなっていうところですね。はい、次が中盤です。まずはですね、 CMF のギャラガー選手、クリスタルパレスの選手なんですけど、こちら評価 9.8 の2ゴールの活躍でした。こちらも可能性十分ありますね。それからインテルバレッラ、同じくインテルチャルハノール、この辺の活躍もすごかったですし、あとはマディソン・ティーレマンスのレスター勢、モンペリエ・サバニエルだったり、アーセナルのエデゴワ、ベティスのフェキール、セビージャに移籍したデラネイとか、まあ、バイエルのムシアラは1ゴールだったんですけど、ちょっと評価低いのでどうでしょう。あとチェルシーのジョルジーニョは PK2 発というところです。まあ、順当に上の方から選ばれる、まあ、可能性は高いんじゃないかなというところですかね。はい、ちなみにギャラガー選手の今の能力はご覧のような感じです。もともと前作、昨シーズンはウェストブロミッチに所属していて、今シーズンクリスタルパレスに移籍してきた選手みたいです。身長182センチ、少し背の高い CMF と言ったところです。適性も広くて2列目からの飛び出し持っていて、まあもちろん20歳なんで、上限は55、決定力低いですけど2ゴールの活躍で、まあ、強化も見込めますし、もともといいスキル揃ってますね。シュート系揃いつつワンタッチ系は両方持ってて、スキル枠も2個空いてる。まあ、今回1個つくかな、どうかな。まあ、2点目のシュートがミドルシュートっぽいんで、ミドルシュートつくかもしれないですね。はい、まあ、その時は1個枠開けといてほしいですかね。はい、ということで最後フォワード陣見ていきましょう。フォワードはこちらです。まあ、トルコのベシクタシュ・バチュアイ、今週2ゴール1アシストなんですけど、トルコ勢はね来るかちょっと分かんないんだよね。って考えると今週の目玉ムバッペいいんじゃないでしょうか。 PK 含む2ゴールの活躍、初回からムバッペ出せば結構盛り上がると思いますけどね。バイエルンのコマン1ゴール、インテル、ラウタロとサンチェスそれぞれの活躍と、あとスポルティングに移籍した元 PSG サラビア、ベシクタシュのヤルチュンは途中出場で1ゴール2アシスト、レアルのビニシウスはダービーで2アシストの活躍、まあ、パートナー枠でユベントスモラタもまあゼロではないかなっていうところです。はい、その中でもフォワード注目なのがベシクタシュ勢をね、注目してるんですけど、どちらもラインブレーカーでスーパーサブを持ってます。まずはヤルチュンですね。もともとイタリアのレッチェでプレーしていて、今はベシクタシュという感じの選手です。こちら身長184センチ、大型のラインブレーカーで、まあ、スピード瞬発もありながら、今回2アシストついてるんでパス能力低くてもまあちょっと強化されるんじゃないですかね。まあ、コマン4はちょっと気になりますけど、スキルも結構揃えていてダブルタッチ持ってて、ワンシューチェイシング、スーパーサブなどいいもの揃えてると思います。そしてもう一つのベシクタシュのスパサブがバチュアイということで、まあ、こちらはおなじみのね、スパサブですね。 FP 登場多分今までの作品もないと思いますし、まあ、ちょっとコマンさんは気になるんですけど、184センチ、フィジカルも結構強めのラインブレーカーということで、なかなか期待できる選手なのかなと思うので、まあ、初の FP 化も注目なんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回選んだのはこちらになります。ゴールキーパーいろいろ悩んだ結果、マンチェスターユナイテッドのデヘアにしました。でディフェンダー陣はアーセナルのマケレアンギス、チーム3点目のね、ダメ押し点みたいなゴールだったんですけど、かなり打点の高いヘディングで、その1個前にオフサイドでね、ゴール取り消しにされたシーンもあったんで、鬱憤を晴らすような打点の高いヘディングでしたね。青年誌もちょっと注目したんで今回入れてみました。モレノは言うまでもなく、ギャラガーも良かったですね。やっぱり2点目の特にミドルシュートコースエグかったんで、その辺も注目になってきそうですね。それからバイエルンのコマン、バイエルンは失点してましたので先制点取られてて、このコマンが同点ゴール、キーパーの股抜きでしたね。でインテルのラウタロ2ゴール、まあこの辺は安定ですよね。ラウタロはコーナーからのヘディングと完璧な裏抜けからのもう優しいシュートですね、流し込むようなシュートでした。ムバッペの2点目、1点目は PK だったんですけど、2点目メッシからのパスしっかり、コースを打ち抜きシュート、まあ、今週ムバッペでないとね、盛り上がりに欠けると思うんで、ここはぜひ出してほしいなっていうところです。はい、ということで今回予想したのはこちらの11人だったわけですが、皆さんはどのような予想をしていますでしょうか。ぜひコメントで教えてください。はい、ということで、予想の方やっていきました。いかがだったでしょうか。5ヶ月ぶりぐらいのね、予想になったんですけど、
まあ、なんとなく思い出しながらね、予想動画作ってみました。動画の最初の方にも言った通り、来週来るか怪しいんですけど、また、来年以降もね、このように週刊 FP、来る週来れば、予想動画とあとレビューの紹介もやっていこうと思いますので、興味あるという方はぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。こちらのチャンネル、ウィニングイレブン e フットボール情報を随時紹介しております。そちらも合わせてぜひご覧ください。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。